はい、それではリヒャルト・シュトラウス交響詩英雄の生涯第5部3回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね736小節目からの解説となります。はい、前回続きまして、またミュートをつけた状態で演奏します。はい、で、最初はですね737小節目からのアフタクトからなんですけれども、で、ここは演奏するのは1プルート2プルートのみになります。はい、でまず最初ポジションなんですけれども、その後737小節目はグリースタンドがありますので、ここは D 線1本で演奏します。でまた戻りまして、今は第3ポジションで止まったんですけれども、次の S を見越して、でここで D と S を1、2というふうに取っていただいて、もう構いません。でそしてその後、4拍目の G を第6ポジションで、でここの次のポジションにいるのが かなり難しいんですけれども、第6ポジションで F を1で取った後すぐに、で一番上の B を2で取っていただきたいと思います。はい、でそして次のまた F が出てくるんですけれども、ここを今度は D 線に移って1で取ります。でここは同じ D 線ゲーセン1本で戻ってしまうと、もうとんでもない跳躍になってしまいますの でここは最後だけの最後の F はだけこの D 線で押さえていただきたいと思います。もう一度最初から弾きますと、という形となります。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、そしてで740小節目からはサンプルト以下の方のみ演奏します。はい、でその後最初ピッチカートで743小節目からアルコになります。はい、でここはですね、もう最初に前回出てきました1プルートと同じ形になりますので、まあ、スラーは1つで伝わってるんですけれど もうここもアップで1小節単位で介入をしていただいて、チストでも全音符ももう一小節単位で切っていただいて構いません。はい、で、その後745小節目から今度は1、2プルートのみの音符が入ってきますけれども、ここは最初アップ入りで、なります。はい、そして、ここはもうそのまま今弾きました通り、もう合わせを中心にもう第一ポジションで取れる範囲だと思います。はい、で1、2プルートはここでミュートを取ります。はい、でその後もまた、3、4、3プルート以下は、ね、そのまままた、ゲート R が出てくるんですけれども、ここももう1小節単位でもう、スラーを取っていただいて、構いません。はい、で3、4プルートは次の、ピッチカートの部分の2拍間で今ミュートを外す、間にミュートを外すんですけれども、で、もしもうここがもう大変な場合はもう最初からもうそのピッチカートの、ミュートの外す部分を諦めていただいても構わないんですけれども、もし特に指定がない場合は、まあ、前回も説明したんですけれど もうここ のミュートはもうつけずに、もう最初から全部つけずに弾いていただいても構いません。はい、それはもう指揮者の範囲で指示でも判断していただけたらと思います。はい、そして751小節目からは今度はもう全員で揃っている部分になります。はい、そしてでその後753小節目からアルコになりますけれども、まあ、ここも弾いておきますと、最初は、ピアニッシモですけれども、まあ、ダウンから入っていただいて、ここはもう、まあ、ピアニッシモになってますので、もうここも2小節でもうそのまま介入はせずに弾いていただいて構いません。でその後の、2小節単位でもスラーの伸ばしもあるんですけれど もうここも、介入はせずにもうそのまま書いてある通りで弾いていただけたらと思います。はい、で、注意していただきたいのは、で761小節目以降で他の楽器が音量が上がってきて、最終的に他の楽器がですね、フォルテやフォルティッシモで演奏してるんですけれども、ベースは、ずっと一貫してここはピアニッシモになっています。
で特にここはあの指揮者の指示があの特にない限りはあの他のパートにつられてあの音量を上げることのないようにしていただきたいと思います。でベースはもうずっとあの一貫してピアニッシモのままになりますのでその点注意していただきたいと思います。はい、そしてでずっといきまして766小節目からここで初めてあのフォルティッシモが出てきますのでそこはもう書いてある通りにあの弾いていただきたいと思います。でここはフォルティッシモをキープしたいのでここはもう途中で介入してください。もう1小節単位で1小節単位でまあアップになりますけれどもそこでディミネントしてピアニッシモまで落とします。はい、そしてピッチカートがありまして772小節目からまだ A の伸ばしが7小節間にわたって続くんですけれどもでここはまああの最終的にはまああのディミネントでピアニッシモまで落ちるんですけれども最後がうまくダウンで終わるようにしていただきたいと思います。で、まあ、あの単純に1小節単位であの介入しているとどうしてもあの最後がアップで終わってしまいますので、まあ、うまい具合にこの最初のフォルティッシモが5小節間続きます。で、その5小節間をうまく4等分する介入をしていただいて、で、ディミネンドが書いてある小節でダウンにすると、帳尻が合うようになりますので、その母音の介入を実践していただきたいと思います。はい。以上で、第5部は、ここまでとなります。はい。で、第5部は、まあ、1部を除いて、まあ、特に難しい部分は出てこなかったんですけれども、で、どのプルとどの位置に座るかによって、その演奏するパートが変わってきますので、自分がどこのパートを担当するのかっていうのをしっかりここを把握していただきたいと思います。はい。第5部の解説は以上になります。ではまた次回。